こんばんは、平井博明です。今回はですね、クラブをアプローチとかでこう短く持ったりする方とかですね、ショットでもそうなんですけども、まあプロでいうと、まあ、今平選手なんか結構短く持ったりして打つと思うんですが、グリップが支点になりますので、ヘッドから支点までの距離が短くなればなるほどスイングテンポが速くなりますよという動画を撮っていきたいと思います。平井博明のワンナップゴルフ。特にですね、アプローチなんかでグリーン周り結構グリップの銘柄が隠れちゃうぐらい極端に短く持ってこう打つ方結構いらっしゃるんですけども、クラブは振り子です。で、振り子の原理と一緒なので、例えばグリップ持ってるここが支点になります。そうすると、まあ、これぐらいのテンポで動いてるとします。短く持った時にここが今度支点になるとテンポっていうのは速くなるんですね。なので自分でスイングテンポを作るので、短く持った場合に早く動かないと当たらないんです。なので長く持ってる時のスピードで短く持った時も打っちゃったら、ああやってトップが出るんです。なのでああいうミスっていうのはグリーン周りで最もやってはいけない。もちろんミスショット自体がなるべく出ない方がいいんですけども、その中でも確率を良くしてミスでも0点を出さないようにコースでどん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 対応ができてくるとスコアアップにもつながりますので、フルショットのグリップの位置でしたら自分が動きたいスピードでちょうどいいと思うんです。でもグリーン周りとかで絶対ミスしちゃいけない、絶対寄せたいっていうためにボールに近くに立った方が安心感が出てくると思うんですね。それで短く持ったり、クラブを振らない、飛ばさないんで短く持ってると思うんです。でも長く持っても振らなければ飛ばないんですなんであんまり短く持ったりしないで、一番グリップエンドギリギリ長く持ってもこんなに短く打てるんです。なんで距離は関係ないんです。なのであまり短く持ったからって言って、意外と短く持った方が長距離に関しては飛ばないかもしれないですけど、アプローチはもともと距離が出ないので、意外と短く持ってテンポ速くしたら飛んじゃう可能性があるんですね。ミスをした時に長く持ってるミスと短く持ってるミスだったら、短く持ってるミスの方がこう大きく出やすいんですね。ミスとして長く持ってゆっくり持ってあげる方がミスっていうのは僕の感じだと少なく思います。なのであんまり短く持たない方がいいかなと思います。前も動画で言いましたが、短く持つ状況でしか打てない場合でしたら、例えば後ろに木があったりしてこうやって長く持ったら引っかかっちゃうっていう時に短く持ってちっちゃくこうやって振ったりするのはいいんですけども、その時も短く持ったら短く持った分動きを早くして打ってあげると今みたいにナイスボールが出ますので、さっきも言いましたが、ヘッドからグリップの支点の距離が短くなればなるほどスイングテンポがちっちゃくなりますよという動画でした。最後までご視聴ありがとうございます。